さんどうもこんにちは、ワンディー&ユーポンです。はい、今回ですね、バングッドさんのスライムを紹介していきたいと思います。今回紹介するスライムは4つあります。こちらです。ちょっとね、袋にね、スライムがビヤーっとね、ちょっと漏れてるんですけども、こちらですね。なんか中入ってる、ね、なんか中入ってる。何入ってんのこれ。え、何この白いの。え、なんか濡れてる。なんか何このネチョネチョな、このヌメヌメ。うわ、なんかさ、サランラップにくるまってね、この白いやつね、スライムかなとか思ったんですけど、なんか袋に入ってて、袋に入ってるんですよこれ。ほら、すごくね、スライム自体はね、気持ちいいんですよ、綺麗で。ほら、ね、何？ね、これ何これ。これあれか、これ頼んだ覚えある。ビールのやつだ、これビールのやつ頼んで、これが泡ってことで開けちゃダメなのかな。だから袋の中に入ってんのかな、こうやって。それがなんか混ざんないように袋にちゃんと丁寧にこう入れてくれてるのかな。で、送られてくる間にこのように混ざっちゃったりしちゃったみたいですね。こうやって入れて、で、やったら、ほら、ビールみたいになりますよっていうことだ。だから混ざんないようにちゃんと袋の中に入れてるみたいですね。いいね。ほら、なんとなくビールっぽいね。でね、手はね、ぬめぬめなのよ。はい、ではね、続いては、こちらの3つです。結構ね、パステルカラーで可愛いよね、これ。これはちょっと期待できそうですね、触り心地。ほら、ちょっと可愛らしいよ。じゃ、紫から開けていきましょう。なんか音がめっちゃいい。シュッシューって音がね、いい音だった。これ粘土系ですね、粘土系スライム。粘土系のスライムなので、すごく気持ちいいです。これユーポンが好きなスライムだ。ほら。あ、このスライムは気持ちいいぞ。ほら。いいね。触り心地としてはもうマジで気持ちいい。ふわふわ。続いては、緑。これも多分音いいと思うんで。いきますよ。結構いい音だね。シューシュー、最初めっちゃいい音する。やっぱ気持ちいい。粘土いいね。粘土はマジで気持ちいい。ふわふわ。なんかね、多分スライムもちょっと混ざってると思うんですけど、なんかトロトロ感があるね。粘土のはずなのになんかトロトロすんなみたいな感じですね、触り心地的に。じゃあ続いて最後、ピンク。これもね、きっといい音がすると思います。いきますよ。最初マジでいい音するね。あ、ピンク可愛らしいですね、色が。ほら、いちごっぽい色。やっぱりね、ユーポンも粘土はマジで最高だよ。もうほら、けどね、ちょっとしたパチパチの音が好き、粘土スライムの。はい、ということで今回はこのような感じで終わりたいと思います。結構ね、小さめな紹介だったんですけども、このね、粘土系スライムは本当に気持ちいいのでおすすめです。で、なんかね、ちゃんと周りを拭き取れば絶対ね、いい感じのスライムになると思うんですよ。で、ね、中国からここまで来るのに何があったんでしょう。まあね、気になったスクイーズ、欲しくなったスクイーズがありましたら概要欄に載っているので、よかったら見てみてください。では、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、LINELIVE、ミュージカルの方もフォローよろぽんです。では、アツポン。
ちょっと今綺麗に取って洗っていきたい、洗っていきたいと思います。洗ったらほらなんかさ結構いい感じになるかもしんないしね。ちょっとねこの状態で洗っていきたいと思います。はい、ということでちょっと洗ってきました。洗ってるうちにちょっと破けちゃったので自分ちのねちょっとビニール袋に入れ替えました。でね、この容器も綺麗に洗いました。じゃあこの中にちょっと入れていきましょう。多分ね、このようにね、遊ぶなと思います。あの、袋の中に入れたまま、まあ、こんな風にビールになりますよ、みたいな。ビール風なスライムになりますよ、みたいな感じで、こう、遊ぶものだと思います。はい！